体の中から美しく、トモズ管理栄養士小田がお届けします。今回のテーマは美髪です。綺麗な髪を目指している人はシャンプー選びにこだわったり、ブラッシングやドライヤーの仕方に気を配ったりといったケアはすでにされているのではないでしょうか。ワンランク上の美しい髪を手に入れようと思ったら、鍵になるのは食事です。今回は髪におすすめの栄養素をご紹介します。美髪におすすめの栄養素が亜鉛、ビタミン類です。亜鉛は髪を構成するケラチンというタンパク質の合成に必須の栄養素です。主に魚介類、肉類、海藻などに多く含まれています。その中でも特に牡蠣には亜鉛が豊富に含まれているので積極的に摂りたい食材です。亜鉛は体内で作り出すことができないため、意識して食事に取り入れましょう。ビタミン類は頭皮を健康な状態に保ちます。美髪には健やかな頭皮が不可欠です。特におすすめがビタミン C、ビタミン E です。ビタミン C は皮膚を構成するコラーゲンの生成に欠かせない栄養素です。主にパプリカ、アセロラや柑橘系のフルーツに多く含まれています。ビタミン C は強い抗酸化作用によって過酸化脂質の生成を抑制し、老化を防ぐ働きもあります。ビタミン E は末梢血管を広げ血流を改善する効果があります。主にアーモンドやカボチャ、パプリカなどに多く含まれます。頭皮の血流が改善することで毛根に栄養が行き渡り、健やかな髪が期待できます。髪の毛も内面からの健康が大切。必要な栄養素を食事に取り入れて美しい髪を目指しましょう。以上、管理栄養士の小田がお伝えしました。